S-49、S-49 は第二次世界大戦後にユーゴスラビアのイカルス社で開発されたレシプロ戦闘機である。同国の戦後の航空産業復興に大きく貢献した。第1次世界大戦後オスマン帝国やオーストリア・ハンガリー帝国等から独立を成し遂げたユーゴスラビアは戦艦機において独自の優れた航空産業を築き上げた。 イカルスやロゴザルスキに代表されるユーゴスラビアの航空機メーカーは戦闘機、爆撃機、飛行艇、多目的飛行機、グライダーなど軍民様々な機種の航空機を開発していった。ユーゴスラビア王国空軍には第二次世界大戦直前の時点ではイギリスから輸入したホーガーフューリーやハリケーン MKI ドイツから輸入したメッサーシミット BF-109E が 主力戦闘機とし配備されていたが、国内メーカーではヒューリーを元にした、イカルス IK-2, ハリケーンを元にした、イカルス IK-3, ロゴザルスキ IKZ といった戦闘機が開発、配備されていた。しかしながら、第二次世界大戦初期における、ナチスドイツによる侵攻と、クロアチア独立国の独立によりあらゆる産業は崩壊の浮き目にあい、 航空産業もその例外とはならなかった。戦中は、主に、クロアチアやスロベニアといった地域は、数軸国側に入り、一方、イギリスやソ連などには、ユーゴスラビア人部隊が組織された。特に、イギリス空軍に組織された、ユーゴスラビアの戦闘機部隊については、比較的よく知られており、そこでは、ハリケーン MKE や、スーパーマリンスピットファイア MKV、 ナインなど、第一線の機体が運用されていた。一方、クロアチアでは、BF-109G や、フィアット G50 などを運用する戦闘機部隊のほか、ユンカース10-87、ドルニエドゥ17などを運用する爆撃機部隊なども、組みされていた。ティトーラ・パルチザンによるユーゴスラビアの解放後、同国ではすぐに、国内航空産業の復興が始められた。 1946年にはザルコボに空軍技術大学が創設されたが、これは国の航空技術及び研究の中心機関となった。そこでは練習機、連絡機、訓練機といった様々な飛行機のプロジェクトが登場した。また、ユーゴスラビアの技師たちは IK-3 をベースとした S-49 戦闘機を設計したが、海戦までに生産された。 IK-3 の機体はすべて失われていたため、この作業は難航し、立案までに11ヶ月を要した。しかしながら、ユーゴスラビアは、規制の飛行機や、スペアパーツ、飛行機工場のための設備のみならず、ソ連から大きな支援を受けており、ユーゴスラビア人はソ連で、パイロット、設計者、技師、技師として学び、見習いを務めていたため、結局初期の案は廃され、新たに、 ソ連の約マイナス9戦闘機を元にした S-49A が立案された。それは機体を金属、木材、布等による混合構造とし、収納式のヌシリンとオリンを有するというものであった。すでに当時のソ連や他の中東欧諸国では機体を全金属製とするなど大幅な解説系を施した AK-9P が配備されていたが、 S-49A は古い前期型の約9と部分的には約3をモデルにして設計されていた。機体構造を全金属製としなかったのは当時ユーゴスラビア国内では使用可能な金属不足していたためである。隣国アルバニア、ハンガリー、ブルガリアなどがより先進的な約 9P を装備していたにもかかわらず、 ユーゴスラビアが国産機にこだわったのは、それだけ国内航空産業の復興と育成を重視していたということの現れであろう。なお、当時のユーゴスラビア空軍の主な運用戦闘機は BF-109G と約 -1B、約 -3 であった。1948年に初飛行した飛作機は、ユーゴスラビア空軍で運用されていた約 -3 の 搭載エンジンと同じソ連のクリームフ設計局の開発した VK105PF に液冷式 V 型12気筒エンジン1機を装備していた。この新しい飛行機は45機の政府の発注を受け1951年までにすべて納入された。量産機には約 -1B に搭載されていたものと同じ VK105PF により性能の低い v k 1 0 p f エンジンが 搭載された。武装は、同じく、ソ連製の 20mm 機関砲、主爆1門と 12.7mm 機銃アブス2門であった。納入された機体は、ゼムンの第 204IAP と第 117IAP に受領されたが、どちらの単位部隊も1957年に、この戦闘機が退役させられるまでに、いくつかの飛行場を移動した。 こうして、イカルス S-49A 戦闘機は、ユーゴスラビアの最も困難な時期にあって、同国の飛行隊の根幹となった。しかしながら、この機体は、新しい約マイナス9や約マイナス3をベースに、しながら、ユーゴスラビア国の復興事情により、機体構造や搭載エンジンなどにスペックダウンを行わざるを得なかった。実質的には、 S-49A はその元となった約マイナス9や約マイナス3より、むしろ約マイナス1の改良型であるといった方が、良物であった。スペックダウンは、この機体を参考に行われたものと考えられる。約マイナス1は約マイナス3などよりは劣る、旧式の戦闘機であった。しかし約、約マイナス3や約マイナス9より、金属使用量の少ない構造であったことは、 当時のユーゴスラビアにとっては有利な特徴であり、機体性能もまずまずのものであったことから、約マイナス -1 は S-49A の開発に際しては、モデルとして最適な機体であったと言える。S-49A は、その後登場したより優れた機体に代替され、ほぼ全ての機体が破棄された。現在では、修復技術の十分ではないの S-49A が、 ベオグラードの航空博物館に現存してるに過ぎない。しかしながら、戦後のスターリンとチト藤の友好関係は長くは続かなかった。1951年、ソビエト飛行家の最良の友は、自身のユーゴスラビアの学友を世界の帝国主義のスパイとして通列に批判した。また、国家間の関係は、真の冷戦体制へと向かっていった。 ソ連との断絶は、ユーゴスラビアの航空界に、痛烈な打撃を与えた。予備部品や航空機の供給が中止され、また、ソ連の大学やアカデミー、航空学校で学んでいた、専門家たちは、早急に、国外追放された。ティトーは、自身の方針を示した。すなわち、これ以来ユーゴスラビアは外国に本領されることのない、体制を構築する不断の努力を続けることとなった。 航空産業もその例外ではなく、航空機の完全な国産化が目指されることとなった。他国からの独立は無論良いことであったが、ユーゴスラビアは未だ戦争による荒廃から立ち直って、おらずしばらくは、自力での空軍への近代的航空機の供給は不可能であった。そこで、すでに開発されていた S-49A の発展型の開発に並行して、 1951年11月にアメリカ合衆国及びイギリスとの軍事的協力の条約が締結された。間もなく140機のモスキートと150機の海マイナス47サンダーボルトがユーゴスラビアへと影響され、その後も西側製の機体が供給された。スターリンの死後、ソ連の新しい首脳部はユーゴスラビアとの関係の修復の道を探るようになった。 ソ連としては社会主義圏であるユーゴスラビアが西側に取り込まれることを雑誌するわけにはかなかったのである。フルシチョフが初めて地頭と会見を行って以降、ユーゴスラビアへは再びソ連の航空技術が提供されるようになった。ユーゴスラビア圏では現代でもソ連圏の航空技術が優勢である。ソ連から十分な支援が得られるようになったのにもかかわらず、ユーゴスラビアは 国内の航空産業を強化発展させる努力を継続した。すべての航空部品が国内で供給可能となることが目指された。航空設備の拡充のための新たな製造施設が建設された。1949年より、プルバペトレトカ市で航空機の脚部と水素装置の組み立てが始められた。ラコビサの工場は大幅に拡充され、航空機用エンジンの製造を行った。 バニアルカの技師たちは無線機と電子機器の製造を行った。1951年には、ボスニア・ヘルツェゴビノのモスタルの底航空機工場での作業が開始された。底航空機工場は、その後航空機分野においてのみならず、ユーゴスラビアの主要な組み立て企業一つとなった。いくつかの工場からなる、この大規模な組み立て企業においては、冷房、自動車の伝達装置、 トラクターなど数多くの製品が生産された。そこに対する航空機発注は1952年より始められた。それは新型戦闘機 S-49C の主翼と尾翼の組み立てであった。S-49A の受領から3年後改良され全金属製となった S-49C が完成された。この新型機は 戦闘機としてのみならず、戦闘爆撃機、偵察機としても使用されることが予定された。この機体には、フランス製の小型エンジン HS12A-17 が搭載された。これ以外にも、ドイツ製の d b 6 0 5を搭載した S-49B が開発された。しかし、量産化にあたっては S-49C が選ばれた。その後数年の間に、 112機の S-49C が生産された。量産第2シリーズでは、垂直尾翼の前方にドサルフィンが追加され、機体の安定性の向上が図られた。使用中には、武装の改良も行われた。すなわち、主翼下には、無誘導ロケットダンバールの発射装置と 20mmMG151-20、mm、20機関砲。 または 12.7mmM に機銃のコンテナーが据え付けられた。なお、バルはアメリカ製 MG151-20 はドイツのマウザー製 M2 はコルトブローニング製である。それ以外にも一部の部隊では2発の 50kg 爆弾を搭載できるよう機体に回収を施した。ジェット戦闘機の登場により S-49C は 舞台から押しやられた。早くも1961年には退役し、その稼働期間は10年に満たなかった。現代に残されているのはわずか1機に過ぎず、その機体はベオグラードの航空博物館に展示されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。